モンバンさん、いつもお疲れ様です。こちらは僕とポケモンの恩人ですので、村に招き入れますよ。あ、もみあげがすごい。お、なんだなんだ、めっちゃ光輝きよる。ここは時間も空間も超えた私の宇宙。よく来てくれました。私はアルセウス。あなたたち人がそう呼ぶもの。一瞬全部ひらがなっていうのがなんか久々すぎてちょっと。あなたの顔をよく見せてください。どんな姿ですか？あ、見た目が決めれる？なるほど。え、どんな感じがいい？まあ、とりあえず女の子っていうのは確定としといて。確定としといて。でもって私、色白がいいな。金髪か黒髪か。金髪かな。え、でもあれやね、髪飾り、同じ色？なんか髪にさ、同化してなかった。なんと呼びましょう。はい、ここはアユナで、行きましょう。まあ、私男キャラだろうがなんだろうがアユナなんやけどね。そこは変えるつもりはないけんね。はい、オッケー。これさ、明るい髪色やったらさ、暗い色とか、ね、もっと違う色の髪飾りにすればいいのね。アユナ。はい。あなたがこれから降り立つ世界には、人がポケモンと呼ぶ不思議な生き物たちがいます。全部ひらがないとなんかちょっと一瞬迷うね。なんて読むんか。アユナ。すべてのポケモンに出会うのです。その時また姿を見せましょう。またっていうか今姿見えてないんやけどね。これが本体？じゃないよね。もしかして髪飾りじゃない？いや、髪飾りよな。何？海？あ、スマホ。かわいい、なんかモンスターボール柄が。なに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 、これさっきのやつ？アルセウスとかいう。え、そうなんやないん。え、もう早速姿表してくれる感じ？また後でねぐらいの感覚やったんかな。え、なんかすごい、なんかもう冒険の中盤だの終盤だのそのぐらいの話かと思ったけど違う。夢かな、これ。ポケモンレジェンズアルセウス。はい、ということで今回からね、ポケモンレジェンズアルセウスをやっていきたいと思います。ウェイクアップ。何？急な英語。ウェイクアップ。なんなの？外国なの？生きていますか？あれ、急に漢字混ざった。ひらがなだけなのは、あの最初のとこまでってこと？何？どういう格好？あ、じゃない、ポケモンよりもおじさんが気になってしまった。ポケモンに注目しろよって感じやね、今のは。誰がおったんかわからんポケモン。どういう格好なん、マジで。アンバランスすぎるし、なんか向こうの、ね、山の上の方も気になるし。え？空から落ちてきて驚きましたが、よかった、生きていますね。海じゃないんや。空？マジで？誰ですか？ここはどこですか？誰ですかやな。とりあえず、本当はどこですかの方が先なんかもしれんけど。それはこちらのセリフです。まあ、そうだね。空から落ちてきた。空から落ちてくるなんて一体どこの誰だというのですか？すげえラフな格好。それにしても、なんとも言えない不思議な格好をしていますが、え、もしかしてここではあれが清掃というか、普通の格好？この辺りに知り合いはいるのですか？いや、ここがどこかわからないので、わかりません。でもなんかあれよね。髪型とか、何の時か忘れたけど、ひかりちゃんっておってやん、ヒロインで。なんかあの子みたいな感じじゃない？なるほど、大変ですね。では、行くあてはあるのですか？いや、わからんって。ここがどこなのだか。知り合いもおらず、寝場所もない。とてもお困りのようですが、そもそも生きていけるのですか？いや、知らん。どうしましょうかね。なんかしてくれませんかね。あ、今やっと見えた。
何、どういう組み合わせ。え、今までのさ、御三家の組み合わせ、あの組み合わせじゃなかったよね、確実に。わかりました。困っている人を見捨てるわけにはいかないのです。だってあの3匹、この3匹の中でさ、私が一番馴染みあるのは火の嵐なんやけど、火の嵐の時ってチコリータとワニの子やろ。ここ一応でも炎、草、水よね。今回この3匹からプシュピチャチャ、もはや鳴き声ではない気がするけどそうでした。この子たちで逃げたポケモンを追いかけてきたら君が落ちてきたのです。君の出現は分かっていたのでしょうか。あ、この子たちはもしかしてめちゃ飛ばしとった。そうだ、君ポケモンは分かりますか。うん、知ってますよ。まあ、最近のポケモンはあんま分からんねえけど、ポケモンっていう存在は分かるよよかった、空から落ちてきても普通の人のようですね。私にはさ、この人が普通の人の格好には全く見えんねえけど、え、とりあえずさ、中に着とる服もおかしいし、まあ、白衣は、この世界の博士もしかしてこの人。やだ、まともそうな人がいいな、もっと。そうです。この子たちはポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物です。それで君のお名前は？アユナです。アユナくんというのですか？不思議な印象の名前ですが、きっと素敵な意味ですよね。あなたは？おう、急に名前が出た。ラベン。おっと、ソーリー。僕はラベンです。ポケモン博士をしているのです。ああ、せめて助手ぐらいで会っていただきたかった。ポケモンたちのことを詳しく知るため、あれこれしている研究家なのです。今はこの子たちを、あ、これなんか掘ったて小屋みたいなのがあるけど、あれ？研究施設違うよね。おお、かわいいポケモンたち、どうして逃げ出したりするのです？なんかすごい無人島っぽくない？逃げたポケモンたちを追いかけるのです。知らんやん。待ってください。もう跡形もない感じですけども。とりあえず動かし方は多分、何？なんかめっちゃ光音やけど、あれ。あれ、目的地ってことかな？まあ、一般的なゲームと変わらんやろう、動かし方は。なんかめっちゃ、綺麗。でもなんかリアルっていう感じでもないんやけど、なんか、いい具合の絵。なんか、綺麗、とりあえず。何かが光と音を発している。なんかすごい特殊な形のスマホやね。踏んづけた、踏んづけた。はい。手には取らないのか？アイナはスマートフォンらしきものを拾った。めっちゃなんか、でも持ちやすいんかな。おそらく自分のスマートフォンだが形状が変わって、なぜこれが自分のスマートフォンってわかる？形状変わっとるのに。確実に、別の物体としか思えんけど。形状が変わっている。それに不思議な力を感じる。画面にメッセージが表示された。何あれ、絶対ポケットとかしまいにくいやつやん。アルセウスフォンと使命を託す。すべてのポケモンと出会え。え？あ、まあ、要はポケモン図鑑を埋めろってやつね。今まで埋めたことないけど。なんかそんなようなことをさ、最初の街とかで言われるけどさ、埋めたことないよね、正直。ポケモン図鑑、あ、おった。コンプリートみたいなこと。今までにしたことはない。何？いなくなったとかでは。はぁ、全然当たらないのです。何当たらないって。見当たらないではなく。おぉ、空から落ちてきた人、助けに来てくれたのですね。いや、自己紹介をした意味は、ちゃんと名前を呼んでいただけないでしょうか。ポケモンを捕まえるためにいくつもボールを投げましたが、全然ダメなのです。あ、そういう感じ？あ、てか、ボールで捕まえようとしないよね、さっきのやつ。なるほど。そうです。まずはあの子たちに逃げたポケモンについて説明をいたしますね。モクロウです。そんな遠くから説明する。モクロウは光合成という草の特徴を持ち、鋭い羽を飛ばして戦うようです。かわいい。クポー。モクロウの時は？他2匹は何やったんやろ？全く覚えてない。あちらにいるのが火の嵐ですね。火の嵐の背中で燃えている炎は怒ったり驚くと勢いが増すのです。火の嵐あれやろ、金銀の時のやつやろ。プシュ。私多分金銀さ、何回も最初からやって一通り最初のポケモン全部使ったことある。一
池のそばにいるのはミジマルと言います。ミジマルは水上で浮かんで寝たり、お腹の貝のようなもので戦ったりします。ラッコってことやね。いちゃちゃ、ミジマルは誰の時だ？わからんな。あっと、大事なことを忘れていました。ポケモンの捕まえ方ですよね。はい、モンスターボールです。これを投げてポケモンを捕まえるのです。なんか黄ばんでない？え、そういうもん？アユナはモンスターボールを50個手に入れた。もっとさ、え、なんか若干違うね。白とかじゃないんや。え、モンスターボール、野生のポケモンに投げて捕まえるための不思議なボール、材料を集めてクラフトで作る。そういう感じ？クラフト要素があるん、このポケモン。いいよ、そういうの。フレンドリーショップで買わせてくれ。おっと、ソーリー、これでは説明不足ですね。いいですか？ポケモンは不思議な生き物と言いました。では、何が不思議なのでしょうか？それは、どのポケモンも小さくなる習性を持っているのです。そして、モンスターボールです。最近開発されたばかりのボールをポケモンに投げると、なんと、ポケモンは小さくなって、モンスターボールに収まります。最近開発されたばかり？何？お、なんか今までのこのポケモンシリーズの中でも、その、時間軸的にはめちゃくちゃ昔にやってきたってこと？これ。モンスターボールに収まります。つまり捕獲できるというわけです。他に頼る人はいません。逃げた3匹の捕獲をお願いするのです。なんで3匹とも？捕獲するにはポケモンをよく狙ってボールを投げる。とてもシンプルです。僕には狙ったところに投げる才能はありませんからね。なぜこっちにはあると思うんだい？ボール投げと捕獲。ポケモンはボールを投げて捕まえます。ZR ボタン。押しっぱなしで狙いを定め。そのまま歩いたり、R スティックで向きを変えてポケモンをしっかり狙いましょう。狙いを定め。押しっぱなしの ZR ボタンから指を離すと構えていたボールを投げます。ボールがポケモンに当たれば捕獲できます。投げずにやめたいときは B ボタンです。指を離しただけで投げれるんやね。なるほど、ZR。めっちゃミスりそうやな。ボールがなくなったら声をかけてください。あ、マジで？もう延々に無料で補給してよ。作らせなくていいから。もう、あれだな。え、もしかしてこれさ、あ、そういう感じ？実際にこっちに気づいたり逃げたりとかするん。めっちゃやりづらいやん。超リアルやね。楽しいけどさ。え、これ近づいた方がいいんかな？なんか、色が変わったりとかない？え、すごい勢いで投げるやん。何あれ。もはや投げつける、攻撃するぐらいの勢いで投げつけたけど、やばくないあれ。あんなもん？おー、素晴らしいです。ポケモンを捕まえましたね。アイナくん、ポケモンを捕まえる才能はここで生きていくのに有用です。逃げたポケモンはあと2匹です。それにしても君は珍しいことに、ポケモンを恐れていないようですね。なるほど、ポケモンが怖がられている世界線なんですね。ん？どこだ？今なんか声が聞こえたぞ。気のせいか？え、どこ？マジで。おらんくね？なんかある程度さ、場所のあたりとかをつけていただかないと。あ、おった。あ、気づいたね。しかし、何？威嚇してる？私を。しかし私は今からこれを投げつけるよ、君に。てい。なんかくっついた、頭に。あ、大丈夫そう？これあれかな？今の段階では一発で全部捕まえれるようになしてくれとんかな？アイナくん、すごいです。世の中にはポケモンを捕まえるどころか、近づくことすら恐れる人もいるのに。あと一匹ですね。さあ、探しましょう。捕まえましょう。あと一匹。日の嵐か。あ、おったおったおった。めっちゃ走って近づいていく。お、気づかれた。あー、威嚇してる、かわいい。めっちゃかわいい。え、出てきたやん。あ、なるほどね。そういう演出ね。あー、そうです。モンスターボールで 100% 捕獲できるわけではないのです。チュートリアル的なあれね。もう一度ボールを投げてください。よし。いけい。で、今度は大丈夫なんやろ？おし。おし、おし。で、自動でこっちに吸収されるんやね。ありがとうございます。いやー、助かりましたよ。いいですか？君に捕まえてもらった3匹のポケモンは、調査のために村に運ばれてきたばかりで、
誰の言うことも聞かないんですよ。村があるのか、この辺に。さっきも言ったように、君の落下を分かっていたかのように村を飛び出してしまうし。それにしてもアイナ君、君のボールさばきには驚きです。ここに来たばかりなのに、なぜそんなにうまくポケモンを捕まえられるのですか？君の出現には何かしらの意味があるように思えるのです。やっぱりこれタイムスリップしたんじゃない？多分この主人公が元を追った世界は普通にポケモンがね、うようよおる世界なんやと思うよ、いつも通りの。だってほら、スマホの裏だってさ、モンスターボールのイラストが描かれてたぐらいやけん。すべてのポケモンと出会え。へえ、アルセウスフォン、不思議な代物ですね。まるで君を導くかのようです。この世界でも不思議なものなのか、これは。いきなりですが、いいですか？僕の夢はこの地方初めてのポケモン図鑑を完成することです。わかりますか、ポケモン図鑑。わかるよ。あらゆるポケモンを記録していく、とても先進的で素晴らしい研究です。ただ、ポケモンを記録するにはポケモンを捕まえる必要があります。なんかさ、ずっとなんか、こう、会話しよるイラスト越しにさ、なんか遠くでピカピカしよるのめっちゃ気になるんやけど、あれの説明はないんすかね。ですが、モンスターボールは開発されたばかりで、うまくポケモンを捕獲できる人は少ないのです。なるほどね。開発されたばっかりの世界やけん、まだ量産とかができん、あと工場とかがないみたいな関係で、フレンドリーショップで売ってもらえんわけね。てか、そういう店もないってことか？全体的に。困る。そこに登場したのが君。ポケモンを捕獲する才能の持ち主です。すべてのポケモンと出会う君と、あらゆるポケモンを捕まえてほしい僕。そう、お互い協力し合えるのです。なんか帽子かぶってほしいね、この女の子も。ちょっとバランス的に。どうでしょうか、助け合うというのよ。で、助け合うというのは、わかりましたって快諾するのもなんかね、聞き分けが良すぎるというか、超笑顔で。どうでしょうか、助け合うというのは。何？聞かなかったことにされたんですけど、怖い。解放してくれる気がない。わかりました。わかりましたって言うまで解放する気ねえじゃねえか。正体不明の君ですが、ポケモン図鑑完成という目的のため、僕は君を歓迎します。怖いよ、笑顔が張り付いてるこの人。とりあえずポケモンたちを村に連れて帰りましょう。君の移植所の手配もせねばなりませんし。みんなこういう格好なんかな、ちょっと気になる。それでは案内いたします、僕たちのことぶき村に。ことぶき村、そんな感じの名前の人物おらんかったよね、今までに。ことぶき、おったっけ、わからん。いぶきとかと間違えとるかもしれん。そう、それよ、それの説明をしていただきたいのよ。もうめっちゃ和風、まあ、ことぶきやけんあれなんやろうけど。門番さん、いつもお疲れ様です。こちらは僕とポケモンの恩人ですので、村に招き入れますよ。あ、もみあげがすごい。あれやね、前のソードシールドやったっけ、あの時みたいな感じで、多分ファッションとかも変えれるっぽい気がせん、見た目的にね。なんかすっごい、なんか、几帳面な感じで家が並んどるね。もうちょっとなんか、ばらけてくれてもいいんやけどって感じがするけど。そういう、うん。平屋やけんってことかな。こちらですよ。僕についてきてください。ことぶき村は銀河団みんなのおかげでここまで発展したのです。え？銀河団？いろいろ気になるのはわかりますが。はい、ついていきます。銀河団って敵じゃね？今歩いているのはミオ通りです。見ない顔ね。見ない格好ね。どこから来たの？村ができて2年ばかり。まだまだ人手不足なのですよ。ポケモンを調査しないと村の外にも出づらいですし、奇妙な風景だ。奥にそびえるのが銀河団本部ですね。そこだけめっちゃ洋風な感じ。知らない人と話したらダメだって。いやーもう、博士の後ろ誰だ？めっちゃジロジロ見られるんですけど。おっと、忘れていました。ん？逃げたポケモンたちについて報告をしないといけないのでした。君は食堂で待っていてくれますか？橋を渡ってすぐ左の建物が食堂芋づる亭です。ほう。
銀河団がこのようにポケモンを広めたの？アルセウスフォンが反応している。不思議な力で目的地が分かるようになった。お、マップが見られるってことね。地図と目的地。マイナスボタンでアルセウスフォンを使えば地図を見ることができます。地図には目的地へのガイドや任務の情報も表示されます。ありがたーい目的地へのガイドは移動中にも表示されます。行き先がわからないときは周りをぐるりと見渡してこの目的地アイコンを探しましょう。ほうほうほう、なるほど。あの上の18って書いてるのは18メートルとかそういうことかな。距離？見知らぬ土地で。あれやね、こういう感じのさ、私 MMORPG とかよくあるけんよくやるけんさ、見慣れとるよ。なるほど、こっちの建物か。わかりやすいね。来た来た。うわ、すごい、なんかいぶかしげな目で見られる。うろんなやつよの、うろんとは、なんだい？昔の言葉？方言？芋づる亭はな、銀河団のための店。よそ者は帰った帰った。うわ、銀河団超崇められとるやん。めっちゃ敵やったはずやのに。ん？なんだお前、かぶいた格好してるけど。そんな薄着だとポケモンに襲われたらイチコロだろ。でも村にいるってことは誰かが許可をもらったのか。道夫博士が。なあ、ラベン博士って知ってるか？遠方からやってきた博士だけど、ポケモン逃げられたりして点で頼りにならないんだぜ。この子が何？このゲーム内でのライバル的な感じのやつ？いつもなんか友達とかライバルとかおりやん。電気ショックなんてポケモンの技を浴びて寝込まなければ3匹を逃がさなかったのに。電気ショック？電気使うポケモンあん中におらんかったことない？他のポケモンってことかな。そうなのですよ、テル君。合わせる顔がないのです。うわですがもう大丈夫です。こちらのアイナ君が僕たちの力となるのです。こっちよりよっぽど博士の格好の方が被いとると思うんやけど、あれは普通なん？でも周り見てもあんな格好の人はおらんと思うんやけど。え、もしかして調査隊に入れるってことですか？また適当なことを。こんな変なやつ仲間にできませんよ。許可する。お、銀河団の人？うわ、もっとも調査隊にふさわしい実力を持つならばだが。銀河団調査隊、隊長の島星だ。男？女？ラベン博士から話は聞いた。逃げたポケモンを確保した能力を役立てる代わりに、衣食住の提供を求めているとか。見たところ15歳ぐらいか。ほう。そんな感じなん？よくわからんけど見ても。であれば一人前の大人として働くのは当然。だが素性も知らぬ人間を追いそれて雇うわけにはいかない。やっぱ昔やけんかな。江戸時代とかそれぐらいの感じと考えたらいい？15歳で大人って言われるのは。明日試験を受けてもらう。なるほど、フェアな提案ですね。どうです、隊長も一緒に。食べながら聞きたいこともあるのでは。遠慮する。料理と真剣に向き合うために邪魔されず一人で味わいたい。女の人かな、あれ、スカート？相変わらずストイックなお方です。では僕たちは食べながら詳しい話をするとしましょう。え、あの、追い返されたんだけど大丈夫なの？食べさせてくれる。ムベさん、いつもの芋餅、今日は3人前プリーズです。さっきの人やね。ムベさん、サンキューです。最高の芋餅ですよ。銀河団じゃなくね、みんな。ラベン博士、こちらの流れ物をどこで拾ってきたんですか？空に穴がありますよね。時空の裂け目と呼んでいる。あの、チカチカ鳴るよりやつ。あそこから落ちてきたのです。本当ですか？まあ、作り話としか思えんよね。僕は科学者です。観測した事実にどのようなルールがあるのか、確認していくのが仕事です。僕には事実が全てです。僕たちがいる翡翠地方には、数多くのポケモンがいますよね。翡翠地方というのは、今までなかった地方かい？わからん。なんかありそうな感じがするけど、なかったんかな。いますね。草むらや森、海などあちこちに。そして調査隊はポケモンがどんな生き物か調べるのが任務です。
ポケモンは怖い生き物です。そんなことないよ。どのような能力を秘めていて、どういった不思議なことができるのか、さっぱり解明されていないのですよ。そこで、アイナくんならです。なぜ？ポケモンを3匹も捕まえました。いいですか？ 3 匹もですよ。それそんなに素晴らしいことなんかな。これほどの捕獲の天才は、銀河団にはいないのです。マジで？そんなに？そんなに能力必要やったあれ。ようやくポケモンの調査ができるのです。3匹も。それはすごい。みんな野生のポケモンに襲われながら、1匹捕まえるのがやっとなのに。なるほどね。そういう世界なんやね、まだ。まあ、浜に逃げたポケモンは襲ってはきませんでしたが、ポケモンを恐れていないからこそ、近づき、よく狙ってボールを投げられるのです。多分日常にポケモンがおったけんよね。調査隊の連中よ。おかしな人間を連れてきて、のんきに食ってる場合か。え、さっき笑顔で持ってきよってん。何ですか、二重人格ですか。隊長なんて中で芋餅を10人前も。ポケモン図鑑の完成がほど遠いとはいえ、焼け食いにもほどがあるぞ。島星隊長の焼け食いの日々も終わります。さあ、アイナ君もどうぞ。空から落ちてきた君も、銀河団に入れば、食事も寝るところも安心ですよ。でも周辺の人には全く歓迎されてない感が、ひしひしと伝わってくるんやけど。いやー、デリシャスでしたね。のんきだな。いいですか？アイナは試験に受からないと調査隊になれませんよ。どういう内容なんやろ。アイナくんの実力でしたら、大丈夫。合格間違いなしです。筆記テストとかないですか？実践だけですかね。だといいな。アイナとやら、今夜はあちらの宿舎を提供する。どれだ？あ、これ。だが試験に受からねば、明日から村の外で生活。最悪、のたれ死にだな。え、辛い。あれ、酒場かな？めっちゃ冷たいやん。島星隊長と翡翠地方、厳しいって意味で似ているよな。僕たちを守るためにも、強く振る舞っているんですよ。てかさ、周りみんなめっちゃ厚着なんやけどさ、寒くないんかな？季節がよくわからんけど。空から落ちてきた人、布団からは落ちないですよね。それでは、グッドナイトです。きっと大丈夫やとは思うよ。ちゃんと寝ろよ。てか、明日すでに試験。試験内容も知らされないのに。それにしても空から落ちてきたって、お前何者なんだ？多分一般人だと思うけど。ただ、なぜ落ちてきたかよね。謎すぎる。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、なんか目的地さ、何？マップを開かんでも示してくれるのめちゃくちゃありがたいんやけど。超やりやすくない？私すごい助かる。よっき。